皆さんご視聴よろしくお願いいたします。ナンバーワン、ナンバーツーありますのでよろしくお願いいたします。ダイワロイヤルホテルザ・カシハラ、ホテル宿泊の場合は1泊につき500円となっております。駐車場は地下です。連絡8階まであって、8階がスカイレストラン、567は客室、1階ショッピングプラザ、B1 駐車場から直接橿原の湯に来れるようです。温泉浴場のご利用は宿泊のお客様に限らせていただいております。営業時間5時30分から10時、15時から24時、和食レストランマホロバー、1階がフロント、2階がロイヤルホール、3階が会議室、結婚式場、4階宴会場、567客室、8階スカイレストラン。サイクル、ホテル周辺、橿原神宮前、サスティナブルライティング、リゾケット、ショート入りバウムクーヘン、桜麺、
ショッピングプラザ7時から21時。説明していただいていいですか。はい、すいませんね。どうぞ。どのようにさせていただければと思うんですが、まず書いていただきたいんですね。あ、そうですよね。はい、お名前と、はい、住所の続き、はい、とこの健康チェックのアンケートお願いします。はい、わかりました。はい、この3つのアンケートの方にお願いいたします。はい、よし、よし、ありがとうございます。はい、お待たせいたします。関浦様、今日はお車でのお越しでしょうか。あ、そうです。はい。これも駐車券も拝見いたしますね。駐車券。はい、ありがとうございます。はい。駐車場の代金でございますが、あの、はい、1泊あたり500円ということで合計1000円でございます。はいはい、あのご滞在中に何度でも出し入れを自由にいただけるんですけれども、はい、1度目のご出航時に、はい、そのご宿泊分1000円のお支払いをいただいてご出航くださいませ。はいはい、であのお戻り時の駐車券発行の分に関しましては無料の処理いたしますので、はいはい、こちらにお持ちをいただけますでしょうか。フロントに連絡するんですね。お持ちいただきますよ、お願いします。入出航の場合そうですね、新しい駐車券はその都度発行されますので、はい、分かりました。はい、その分で1000円でお代金いただけるように処理をいたしました。はい、はい、お返しいたします。はい、はい、ご朝食ついてるプランでご用意させてもらっております。はい、ご朝食バイキングでございます。はい、1階の甘菓子でご利用いただけます。はい、6時45分オープンがクローズ9時でございます。はい、8時30分までに会場にお越しくださいませ。はい、明日と明後日の分のお渡しいたします。はい、今回のご宿泊プランがハーブティーをご利用いただけるプランでもございまして、はい、場所がご朝食会場のティーラウンジ側甘菓子という会場でご利用いただけます。はい、こちらもお時間本日9時から17時までのお時間でございまして、はい、明日明後日あの最初のお日にち、チェックアウトの日にちまでご利用いただけますので、はい、お時間ございましたらご利用くださいませ。はい、お待たせいたします。はい、そうお部屋が7階31号室洋室禁煙のお部屋でございます。はい、お部屋の中に今アメニティグッズが入っておりませんので後ろのアメニティコーナーから、はい、お取りくださいませ。はい、またお部屋着であるルームウェアとスリッお部屋に準備しておりますけれども、こちらのご着用はお部屋とお部屋から地下1階の温泉へのご利用のみでご着用お願いいたします。はいはい、温泉の営業時間が2時40まで、あと2時30分からでございます。はい、お部屋からバスタオルやフェイスタオルもお付き合いされます。はい、お部屋なんですけれども、はい、明日お部屋の掃除は入らせていただきますけれどもよろしいでしょうか。あ、はい、お願いします。かしこまりました。はい、あとですね、明日の、あのご案内なんですけれども、あの明日の17日10時45分から45分間、はい、あの消防訓練を館内で行わさせていただきます。はい、まあ、訓練でございますので、はい、あの警報が鳴ってもあのサイレンが鳴っても、はい、あの特に何もないの で、 でご安心ください。はい、音が大きいのでご注意くださいませ。はい、ではご案内が以上でございますね。はい、お待たせしました。よろしくお願いします。お願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんていう YouTube なんですか。はい、なんていう YouTube。 歯ブラシ、ヒゲ剃り、シャワーキャップ、化粧水、洗顔、綿棒、コットン、コーヒー、これは煎茶、湯飲みはお部屋にございます。コーヒーにご利用くださいます。じゃあ一つコーヒー用ということで、
部屋の方に行きたいと思います。部屋は731です。では入室いたします。どうでしょうか。ウォークインクローゼット、ズボンプレッサーもあります。掛け布団ですね。そして奥山と名水、こちらのスイッチで入り替え、冷蔵庫入り切り、ですね。金庫、そしてドライヤー、ランドリーバッグ、ルームウェア、ルームウェアです。そして案内、館内の説明書、ゴージャス、これはエアコンの兼用、ではロケーションを見てみましょう。あ、駅の真横ですね。ソファーがあって、ツインベッド、エアコン24度、バスルームの方を見てみましょう。バスルーム、こんな感じです。ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
ナンバー2ありますのでよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録グッドボタンもお願いいたします。それではまたお会いしましょう。